おはようございます。朝になりました。本日知床峠に行くシャチアク旅2日目でございます。昨日藻琴山展望台に行ってシャチアクしましたが、今日は今から知床方面に向かいましょう。羅臼側から知床に入りたいと思います。しかし寒かったね。あ、やっぱり車内は0度ですね。なので多分外はもう全然氷点下だと思います。氷点下マイナス5度とかマイナス 2,3 度は間違いないでしょうね。車内で、まあ、1度かな。車内で1度は久々だね。さあ、それでは片付けて準備いたしましょうか。寒いのでちょっとこの小さな暖房を動かしましょうか。持ってきておいてよかったね。消費電力が大きいのであまり長い時間は使えないんですが、まあ、1時間ぐらいであれば動くと思います。じゃあまずは寒いので温かいコーヒーでも飲みましょうか。暖房のおかげでだいぶ温まってきましたけどね。外気温がマイナス10度近くまで下がるようになってくると、もうさすがに車中泊も難しいので、そこからは電源ありの場所で、まあ、RV パークとかオートキャンプ場で暖房つけながら車中泊っていう感じになるんじゃないかなと思います。それはそれで楽しみですけどね。今ちらっと見たらフロントガラスガチガチに凍ってますね。今日この日本縦断の旅で買った四万十焙煎のコーヒーもあるので、これも混ぜてオリジナルブレンドにしましょうか。ではコーヒーいただきましょう。おいしい。で、今日の朝食は昨日買ってきたフレンチトースト食べたいと思います。ちょっとだけ温めて食べましょうか。全然入んないので、まあ、この状態で温めたいと思います。今車から出てみましたが、すごいね。霜が降りて、真っ白になってます。この辺削らないとダメかもね。見るからに寒そうですよね。釧路川も白くなっております。でも天気のいい、気持ちのいい朝ですね。もういいでしょうかね。うわほかほかです。あんちゃん、おやつ食べる？
まだパンちゃんご飯の時間には早いので、よし、じゃあ僕はフレンチトーストをいただきましょうか。いただきます。うん、あの道の駅のパン美味しいよね。甘さも控えめで結構大人の男性でも食べやすいですね。ちなみに暖房は消費電力が激しく、あと10分しか持たないので急いで食べて準備しましょうか。暖房切れるとちょっと寒いですからね。おお、外気温は4度ですね。いやー、そりゃ寒いわけですよ。今日結構冷えましたね。これが溶けないと出発できないね。内側が凍ってるんで、暖房で少し溶かしてから出発しようと思います。さあ、それでは出発いたしましょう。なんとか前は見えるようになりましたね。今日も思った以上の快晴で気持ちのいいドライブができそうですね。知床峠もこの調子で晴れててくれるといいですよね。ここからだいたい2時間ぐらいで知床峠着くんじゃないかと思います。おお、眩しい。でも日差しが入るとちょっと暖かいですよね。やっぱり外が氷点下だとエンジン止めてモーター走行してるとみるみる水温計下がっていくんですよね。あの暖房つけてるとね。なので長時間のモーター走行っていうのは冬は難しそうな感じがいたします。今日水たまりがあったら凍ってるので運転は注意していきましょう。ちなみにすっかり忘れていましたが、今このマシリコの近くなんですよね。で、ここ知床ですね。今回はこの知床の東側から知床峠に入ろうと思います。なので目指すはこの羅臼、知床峠手前の道の駅ですね。まずはここに向かいましょう。いや、でも外全然温まんないですね。太陽出てきてもまだマイナス4度でございます。窓の氷はだいぶ溶けたので再び出発しましょう。ちょっと溶けた水がいっぱい垂れてきたんで一回止まって窓拭いたんですよね。あ、そうだ、天気いいので若干遠回りにはなるんですが、海洋台寄っていきましょうか。多分快晴で見通しもいいのでかなり景色綺麗に見えるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと寒そうですけどね。ここを曲がると海洋台まですぐですね。夜間除雪しておりません。まだ雪は降ってないので大丈夫だと思います。でも本当この車外気温マイナス4度なんですが、まあ、そんな寒くないですよね、真冬に比べると。だけど数分モーター走行するだけで水温計べったり下がっちゃって全然暖房出なくなるんだよね。 PTC ヒーター入ってるはずなんですがちゃんと動いてるのかなっていうのが不安になるぐらいすぐ暖房出なくなります。ちょっと帰ったらトヨタ車の PTC ヒーターについて調べた方が良さそうですね。こんなすぐ水温計下がるってことはヒーター動いてないんじゃないかな。さあ、久々の海洋台でございます。到着いたしました。誰もいないですね。それでは車を止めて見に行ってみましょうか。ここに止めると気持ちいいんだよね。おお
すごいいい景色。じゃん。それじゃあ行きましょうか。前方です。久々の、本当に久々の海洋台ですね。天気から気持ちいいね。では展望台に登りましょうか。寒い。今日すごい寒いのでワークマンで買ったこんな帽子持ってきてます。これ多分今年の新製品で、すごいあったかいんだよね。今日初めてかぶったんですが、むちゃくちゃあったかい。今年の相棒になりそうだね。おお。これ本物の牛かと思いましたよ。海洋台の名称は古尾崎豊か中標津町長が命名。あ、尾崎豊っていう町長がいたんですね。寒い。この海洋台最後に来たのいつでしたっけね。この時期空気が澄んでいて景色きれいに見えると思います。気持ちいいね。なかなかこんなに開放感のある展望台はないですよね。で、この後この羅臼方面に向かいます。あっちの方にずっと走っていく感じですね。あと100キロぐらいかな。こっから格子状になっている根線台地が見えますね。向こうの山までくっきりくっきり見えますね。今日はオアカン、メアカンとマシュー岳で養老牛岳とか、結構たくさん山がございます。さすがに山のスケールじゃ北アルプスにはかないませんが、長野県とかすごかったもんね山。北海道はこの一面に広がる広大な大地が魅力なんじゃないかなと思います。山もいいけどね。さあ、それじゃあ行きましょうか。もうちょっと早く来ると紅葉綺麗だったかもね。手袋をしてこなかったので指の感覚がもうなくなってきました。今日は手袋後でしましょうか。牛の保育園。展望台の周囲に広がる町営海洋大牧場は面積779平米、東京ドーム100個分。5月から10月末まで酪農家さんより預かった生後6ヶ月以上の乳牛が1000頭放牧される大牧場と書いてますね。ちっちゃい牛がここに放牧されるみたいでございます。でも日本縦断して思ったんですけど、こういう有名な観光地とか景色のいいところって本州だと朝から結構人いるんですよね。今日土曜日なので本州だと絶対人いるんですが、北海道やっぱ人少ないよね。土曜日の朝、今8時、7時ぐらいかな。ですが、誰もいませんからね。では、参りましょう。
オホーツク海が見えてまいりました。今日天候がいいので海も穏やかですね。知床峠まではあと39キロ、ついに羅臼町に入りましたね。せっかくなのでここ寄っていきましょうか。いやー、海は穏やかですね。正面に見えている知床峠に向かって行きたいなと思っています。頂上付近は雪が積もっていますが、実際通るとどうなっているか気になりますね。そんなに雲はなさそうなので、多分頂上からも綺麗な景色見えたらいいなと思っています。じゃあ行きましょうか。あそこに見えてる島なんだろうね。国後島かな。あ、そうだね、やっぱり国後島だ。今正面に見えてるのが北方領土の国後島ですね。結構大きな島でございます。このまままっすぐ知床峠向かっても、もう入れそうな時間ですよね。この時期は早朝凍結するので、朝9時から夕方の5時までしか知床峠は通行できないです。で、明後日がラストで、来年の春まで通行止めという感じになるんですよね。なので本当今年最後の知床峠ということになります。いやー、ちょっとやってしまいました。今知床峠の少し手前の羅臼の道の駅にいるんですが、そこで張り紙で知床峠通行止めって書いてたんですよね。で、改めてチェックしてみると、どうも11月3日の17時から、今日5日なので、一昨日の17時から今現在まで凍結のためずっと通行止めになっているみたいです。9時から走れると思ったんですが、終了日時未定になっているので、多分今日開通しないかもしれないね。氷が溶けるまでは多分通れないじゃないでしょうかね。いや、まさかのここに来て通行止めでございます。本当は知床峠越えて反対側の斜里のウトロの道の駅でご飯食べようと思ったんですが、どうも知床峠越えることができそうにないので、ここで食べていきましょうか。知床産の鮭の海鮮丼食べたかったんだけどね。ここ黒ハモ丼も美味しいんですが、海鮮丼が食べたいね。羅臼産特大ホッケ650g 以上、 2,3 人でシェアする量なんだね。黒ハモ丼来ましたよ。じゃじゃん。おー、美味しそう。うなぎみたいだね。すごいいい香りがしますね。山椒の香りがします。すごい美味しいね。うなぎ食べてるみたい。満腹になりました。黒ハモ丼美味しかった。前に食べた時よりも美味しかったですね。時期なのかな。どんな味かというと、一言で言うと、ちょっと歯ごたえのある、なんだろうね、プリプリしたうなぎのかば焼きっていう感じでしたね。うまかった。で、この後なんですが、食べてる間に通行止め解除されないかなと思ったものの、残念ながらダメだね、解除されてませんね。ここ通れなくなっております。
というわけで今日は知床峠に行く車中泊旅だったんですが、ダメでしたね。この後は来た道を通ってまた帰ろうかなと思います。それではここから新千歳空港の方まで470キロ帰りましょうか。7時間、8時間ぐらいかかりそうですね。夕方には着くと思います。では行きましょうか。ねばんちゃん、でもあれだね、知床峠今年最後だと思ってかなり楽しみに来たんですが、ちょっとショックですね。しょうがないとはいえ残念でございます。また次は冬かな、峠は通れないんですが知床冬流氷の時期来たいなと思っています。その時はこの羅臼側ではなくウトロ側ね、みんなが知床って言ってる知床5個のある方に行こうかなと思います。それでは今回の動画はこれで終了となります。また次回の動画をお楽しみに。